レアルマドリー、非売品のはずのチュアメニを放出へ WWW。レアルマドリーは、クラブ内で賛否が分かれるようになったチュアメニを放出する可能性があるようです。フランス人の彼は試合での存在感を失い、今も支持しているのはアンチェロッチ監督のみです。しかし、その支持も以前ほど絶対的なものではなくなっています。レアルマドリードはカマインガの方を好んでいます。本職じゃなくてやりたくない CB やらされてこの扱いはかわいそうだって。クラシコに負けてフロントがパニックになってるのくさ。マドリディスタの意向とはことごとく逆の行動をするフロント。チュアメニの代役はなんていないでしょ。クロースの存在がデカすぎただけでチュアメニはいつもと変わらないんよな。銀河系軍団作るために負けれれ放出した時と同じ道をたどりそうでくさ。カゼミロもビルドアップ下手だけど、クロースモドリッチがいたから目立たなかっただけ。代表でも微妙だし、アンカーとしては伸び場はなさそう。嫌がってる CB の方が適正なのよね。万能7丁抜けたのに、まともな CB 補強しなかった、ツケが回ってきてる。大事な場面で怪我してていないから、放出リストに乗るのも納得。負けれれとはレベルが違うし、高値で売れるなら全然いいと思うぞ。チュアメニの前に、センターフォワード獲得しろよ。